みもとアイス！みもとアイスライト！どうも、スタジンです！今日もスタジンちゃんのやつをということで、ちょっとね、テレビが壊れたからね、家電量販店に行ったんだけどさ、そこの店員がめちゃくちゃ態度悪くて、すげえ山顔していた。いや、わかるよ！あの4万円のテレビを3万円まで1万円値切りに値切ってずっと粘ったからさ、そりゃ、イラつく気持ちはわかる。俺だってその気持ちはわかるけどな。もうちょっとわかり、店は心の中で思っても顔に出さないでくれよね。頼むぜ、本当に。俺が悪が。あっ、はははは。今日も草人ちゃんのやつを。草人チャンネル。なんかマリオの草パパいい匂いがめちゃくちゃ挨拶してくんの、お前クンクンやってくるぞ。どうせだったら一回こいつに任せてみるか、みんな。俺なんかもう何も触らないでおくか。で、どいつにこいつのことだからね、最後のサイズが裏切ってくると思うんだよね。俺のこと遠くに飛ばすと怒る。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。遠くに飛ばすと怒るから、ギリギリでこいつから出てジャンプして、俺が1位取ったら裏切ったら。絶対裏切る。いや、あともうちょいだよ。多分あともうちょいゴール気がする。まだか？やだやだ！草人チャンネル。最近なんか夜間時の頻尿がひどくなってきた。どうも草人です。なんかさ、30分前くらいにおしっこ行ったのに、もう、あ、なんかやべえ、おしっこ出そうみたいな、なんか、出ちゃうないかな、大丈夫かなみたいな、なんか、心配になってくんだけど、これちょっと、日中そんなことないんだよ。なんかね、寝るときだから寝てら一回も起きないし、ただね、8時くらいから急になんかそういう感じになり始めるんだけど、大丈夫かな。俺の暴行ちゃん大丈夫かないとかで、うますぎないか、草人。登る系のホースマジで大得意ですからね。あ、もうこれで勝ち確、完全に。もう、あ、さあ、つけすぎない、他のやつったら、全然下だよね、まだ。まだ、最初のあたりだよな。まだあいつらスタートだってアイコン動いてねえじゃん、マリオ以外。完璧に来たじゃねえか、てか。もう、プレイが上手すぎねえか。俺はこういうところまで上手いのよ。全然引っかからねえ。今のところ全く引っかからないでこれてるよね。いや、今ちょっと痛かった。確かに今ちょっと引っかかったけども。この程度だったら大丈夫よ。オッケー。長えな、それにしても。オッケー、来た。完全に来た、完全に来た。はい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 。上手すぎ、バネつかなくても上手すぎ。はい、これで。なんかそういうことか、これでラストか。なはははちょっと待ってて、今、あはは、わざと当てちゃう、待って、今、わざと当てちゃうで。前にもなんか、昔、いや、2年前ぐらいにも、こんな感じの、なんか、展開あったぞな、俺。草人チャンネル。頭あるようなやつが草パパいようだぞ、お前ちゃん。チャット打ってる、今あったら集中せ、ボケ。早速チャット打ってんじゃねえよ、もうちょっと集中しなさい、ほんとに。なんでお前まで一緒に泣く死んでんだよな。おかしいだろうがやな。泣かしじゃねえんだよ。しかも頑張りましょう。ちょっと悪いしてんじゃねえ。バカ誰か集中しなさい。オッケー。で、ここで、オッケー、ゆっくり行こうぜ、ゆっくり行こうぜ。やばい。ちょっと待ってね。あいつにだけは絶対負けない。この試合に負けてもいい。あいつにだけは絶対負けたくない。オッケー、オッケー。あいつがね、ちゃんとキノコとかで、オッケー。でもね、今ノーマル状態だけど、キノコとか取ってっからさ、その状態で、一番良くないのは、あいつの見てるところで俺が敵に当たったりとかして、まあ、死んでるところであいつが生き残ったりとかしたら確実に煽ってくるから、それだけはなんないようにアイテムを取っておきたいんだけど、なんかあいつスター状態になってんな。どこでもターゲットをしたんだよな。けバカよしオッケー、いける。しかもこのキノコ状態完全に積む。俺の勝ち。オッケー、これで死ぬことはないだろう。押せ完璧。多分普通のプレイだったらこいつに負けることはねえからさ。よしミンバトン実力だったらまだね、全然オッケー。俺のが上だからね。はい、負けることはないですぞ。大丈夫、集中すれば大丈夫。オッケー、大丈夫よ。バカだれ！なんか頑張りましょうとか思って、あいつもうゴールまで行ったんじゃないのか。多分そうだよな、ゴール前まで行ってる気がする。めちゃくちゃチャット煽りしてきてんじゃねえか、あいつよ。でもちゃんとゴール待ちしてくれてるあたり優しい、あいつ。なんだかんだ優しい。多分ブロックされたくないんだろうな。チャット煽りしてゴールしてブロックされたくないんだ。ちゃんとゴール待ちだ。優しいな、お前。あれ、ゴール攻めちゃう。押せ。別に俺押してほしいとかそんなこと思ってないし、ギリギリまでここで待機するだけだし。はい、ちょっと待ってね。ちょっとね、押してくださいみたいなチャットなかったっけ。なんかそれになる。バカちゃん、じゃあ、ちゃんと押そうと思ったらスティック押しちゃった。じゃあ、ゴール奪うつもりなかったんで、もう、本当に違うんだよ。ごめん。草人チャンネル。多分これさ、舌が引っ掛け的な感じだよな。ということはよ。まだそれはわからないって。ここに孔明当てて、お前なんで下ルート行ったの。今騙されたばっかりじゃねえか、キノコだ。どうしたあいつ、なぜ自分からあっちに行った。あー、なるほど、そういうことか。ちょっと待って。うわー、これさ、トロール鉱石な感じか。そうだよな。いや、最初もそうだ、そっか。最初もではそうだったよな。いや、これね、あえてこっちのキノコを取りつつにワンナップの方行くとか。うわ、これね、もう、天才草
らしいんだよね、こういうあたり。あ、そっちが騙しってことで、オッケー、分かったろ。あれ、オンスイッチを多分、ボスが押してくんないってことだよな。もう一回ワンナップの方でいくか。二連続は違うのかい。ルイージちゃん、ごめんね。こちら側行かせていただいて、ごめんね。ということで、やっていきたいと思いますよ。それで、うわぁ、どうしよう。いや、この、花ちゃん何こ、あ、ひっ、あ、よかった、よし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 。何これ、オッケーオッケー、あぶねー。いや、ピチピチの音がしてたってことはさ、誰か言ってるよな、先に。キノピオか誰かど、あ、オッケーオッケー、あー、これゴールっぽくないか、そのまま。うわー、これ絶対矢印っかけだと思う。こっち側が正解でしょ、ゴールがないんかー。え、これ裏面だったっけ、今。ってことはよ、あ、ここ入れないのか。こっち側が正解が。これで思って、は？え、ゴールどこ？ピージャンで向こう行くっていう手もあるけど、ちょっと待って。一回さ、あ、バカしたー！あ、そっち側もしかして、こっちから、いや、でもこれ死ぬよな。いや、え、ちょっと待って、どこにゴールあんの？やっぱりさ、この次のピースイッチのあたりでなんか別ルートがあったんかな？うわ、ここ赤土管もあったか。いや、でもあれ、さすがに引っ掛けだよな。こっちだと思うから、この後だ、こっちの後だ。これ、ピースイッチが来るから。うわ、ちょっと待って、どうしよう、どうしよう。あ、でも、いや、ここにいた方がキノピオがこっちに来れないから、とりあえずあいつは、こっちに詰まってもう一回顔出した後に、あー、ちょっと待って。いや、でも、結局、どこにゴールがあるかだよな。いや、でも、やり直したところでだよな。いや、みんなでやり直しませんか押してるけど、結局意味ないんだって。やり直しませんか、やり直したところでさ、別になんかどっかで積んじまったとかそういうわけじゃないじゃん。まだ、なんかゴールがどこなのかも分かってないから、まだやり直した方がいいと思うんだよね。ある程度の目星はつけた方がいいと思うからさ、この、ええ、ルイジって今行ったばっかだったっけ？え、どこ？あー、そこだって、なんか分かんなかった。サージンチャンネル持つな、ルイージ。ちょっと待ってね。ヒップドロップじゃーのー、ということで、俺の方が遅い。ヒップドロップで食らったルイージの方が早い。オッケーオッケーオッケー。うわ、赤コイン集める系じゃないことを願う。これめんどくせえぞ、赤コイン集める系だったら。ちょっと待ってね。うわ、5枚とかちょうどいいなー。これがなんかものすごい多い数だとなんか違う可能性が、ただのボーナスステージのための、ちょっとごめん、今ゲップ出た。ごめんな。ごめんな、音量大きくしたいとごめんな。ちょっと、そりゃそう、しょうがねえじゃん。だってさっきから炭酸水飲んでたんだから、炭酸水とかで、無糖スパークリング飲んでんだから、キレドレモンの無糖スパークリング飲んでたんだから、しょうがないじゃないか。ゲップだぐらいで、まだ出そうだけど今我慢せんのよ、みんな。みんなにもう一回聞かせんのは申し訳ないと思って、ずっと今俺溜まってる状態なんだけど、我慢、食堂にずっといんだけど我慢せんのよ、オッケー。これ表面に行って、これやっぱり悪語にとりあえず集めなきゃよさそうだ。オッケー、完全に来た。完全に来た。で、スターちゃんをゲットしまして。はい、ありがとうございます。これで表面に行ったらゴールとかではなさそうだな。まだなさそうだな。おい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 。まだ結構あら、そういうことか。こいつを倒して、わ、マジかよ。俺せっかく1位でここまで行く。ここ何もないんかい。そうせせめて、あ、ここにとかなんかあれ。あ、ちょっと待って。いいこと思ってた。誰か多分ね、ここ土管入る気がするんだよ。入ったらこれで、木箱置いちまえばさ、とりあえず一人積ませることができるから、オッケー、この作戦でいこう。ちょ、誰かいて入ってくんねえかな。うわ、さすがに気づいてっか、あそこ何もないってこと。誰かあれ。俺持ってるよ。早く入ってくれな。誰か、キノピコでもいいし、ルイージがお前ちょうどいいな、さっきからなんか。そういうの騙されそうな感じしてんな。あ、キノピコ、オッケー。あ、いい、完全に来た。いや、これ、二個の方がいいんだっけ？一個は閉じ込めなきゃ。お前、クンクンすんなって、お前仲間だと思われてて、これ別にお前に外役プレイ、あの人に外役プレイしたいわけじゃねえんだよ、お前さ。やめてくれ、いいねじゃねえ。お前、いや、やりすぎだろ、お前。どんだけ積み重ねてんだよ、お前。オッケー。で、こっち側来て、あとはね、鍵待ちするしかねえけど、とりあえずキノピコちゃん戻ってっから、結局キノピコが全部集めてくる感じになりそうだな。最初の方にはここに見逃してたもんな。いや、でもキノピオか。オッケー。あ、これね、ちょっと待って、鍵待つか、とりあえず。オッケー、完成来た。ちょっとラグってんなしか、ちょっと待って、ラグがうぜ。こんなところでラグんじゃねえ、お願いします。ちょっと待って、隙を狙うつけて。ゲ、完成来た。うわ、ちょっとラグ、マジでやめて。まあ、キノピコならいい。君が勝ってくる。なんかさっきの分、なんか申し訳なく感じてたからよかった。キノピコは勝ってくれてよかった。何こいつ。ほんと嫌い。心底嫌い。